皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学校の歴史、源氏三代、ね、頼朝、頼家、実朝、この3人についてお話しします。鎌倉幕府、ね、頼朝が作ったんですけど、この頼朝の血筋は三代で亡くなってしまいました。また頼朝っていうのは初めての幕府を作った人、武家政権を作った人ですけれど、ね、初めてだったらもっとヒーローになっていいはずなんですけど、なっていませんよね。その原因の一つに、頼朝、この人には謎が多いということがあるようです。ではまず頼朝の話からしましょう。この源の頼朝、ね、お父さんが平治の乱で負けて伊豆に流されました。その時14歳です。それから20年後の34歳の時、兵士を倒すために兵を挙げます。この20年間の確かな記録が残っていないんですね。謎なんです。さらに1199年53歳で亡くなるんですけれど、この亡くなるまでの3年間、この記録も空白になっています。鎌倉幕府のことを記録した吾妻鏡という書があるんですけれど、この頼朝が死ぬまでの3年間、全くの空白なんです。また頼朝が、死んだ原因、これは1198年の暮れ、相模川に架けられた橋の開通式、この帰りに馬から落ちた、これが原因だと言われていますが、なぜ落ちたかというのを、この時行く手に、ね、自分が死に追いやった義経、そして海の方には平家一門の幻が現れた、それに驚いて馬から落ちたんだ、ね、こんな話も伝わっています。そしてこの頼朝の死によって二代目将軍になった源頼家、この人は18歳で二代目の将軍になっています。性格わがままだったようです。そしてね、結構腕っぷしは強かったみたいですね。で、誰にも邪魔されない、思い切ったことをしたいって考えていて、自分が気に入った御家人5人としか会わないなんてわがままも言っていました。で、周りはとても困っていたんですね。そして有名な話は、1200年に領地争いの訴えがあったんですけれど、この時、ね、その争っている土地の地図を持ってこさせて、その真ん中に筆で一本スーッと線を引きました、ね、そしてこのように半分ずつにせよ、ね、文句があるなら訴えるな、こう言ったそうですね。むちゃくちゃですよね。訴えた人にすれば先祖から伝わってきたものをちゃんと保護してほしいと思ってるわけですけれど、そこ線を引かれて半分ずつしろって、でむちゃくちゃなことを言ってたわけです。そんな中で1203年に病気になってしまったんですね。周りにすれば、迷惑をかけられた周りにすればいいチャンス、これで頼家を将軍から下ろせる、ね、こう考えましたね。でも頼家病気治っちゃったんですけど、周りはこの頼家を将軍から下ろして、弟の実朝、この人を将軍にしました。当然ね、わがままな頼家気に入りません。そこで北条氏と実朝を倒す、殺すことを計画しますが、この計画、情報が漏れて失敗します。そしてこの計画にね、関わっていた他の人たちはみんな殺されてしまって、でもこの頼家ね、二代目の将軍ですから、殺されずに済んで出家、つまりお坊さんにさせられて修善寺に送られました。しかしそれから1年後ですね、入浴中お風呂に入っていた時にね、刺客に襲われて暗殺されてしまいました。そして源実朝ね、頼家が病気になった1203年12歳で将軍になっています。12歳だと政治なんか何もできないので、実際にはね、北条氏と、ね、北条政子、お母さんの政子、
この人たちが政治を行っていたんですね。これ執権政治の始まりの頃ですね。で、頼家の暗殺の1年後で、お兄さんが殺された1年後、この実朝も北条時政に殺されそうになってしまいます、ね、北条時政は自分の気に入った人を将軍にしようと思って実朝を殺そうと計画したんですけど、この計画も情報が漏れて失敗します。で、この暗殺に失敗した時政は隠居させられました。で、実朝はこんな血生臭いね、政権争いね、自分が政治に口を出すと争いになってまた殺されるかもしれないとね、と考えて和歌や学問に熱中をします。さらに都に憧れて後鳥羽上皇の親戚にあたる女性を妻に迎えて官位を上げることに意欲を示していました。この官位を上げることに意欲を示したとき、自分の家来である御家人からこのことを、ね、問われました。そうすると実朝はこの源氏源は、ね、源氏は自分の代で、ね、最後になるかもしれない、だからできるだけ自分は高い位について源氏の、ね、位を上げておきたいと、こんな風に言ったそうです。つまり自分の未来を予言しているようなことを言ったんですね。そして28歳で右大臣になりました。で、右大臣の位についたことを祝う儀式の帰り、この帰りに兄の頼家の子供の公暁、この人に襲われて首を落とされて死んでしまいます。この公暁、その後すぐ殺されてるんですけれど、公暁はこの実朝を襲う時、親の仇はこう打つものだと叫んで襲ったそうです。つまり実朝は自分の親の仇、頼家の仇だと信じていたんですね。でもこの頼家が殺された時、実朝は13歳で全く政治に関わっていません。ですから暗殺を命じたのがこの実朝であるはずがないんですね。でもそれを公暁、親の仇は実朝だと思い込ませた人がいるわけですよね。それが誰だったのかはまだはっきりとは分かっていないんですね。で、このようにして源氏の三代です。頼朝、頼家、実朝、ね、鎌倉幕府の三代の将軍、源の将軍は、こうして、消えていったわけです。今回は源氏三代、頼朝、頼家、実朝についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。